服の大量廃棄によって起こる環境問題について考えてもらおうと、神戸の高校生が企画した古着のファッションショーが開かれました。プレゼントしてくれたことがすごく嬉しくて、いつも選んじゃうほどお気に入りの一着になりました。ランウェイを颯爽と歩く高校生。彼女たちが身につけているのは新作のファッションではなく、古着や思い出が詰まった服ばかりです。このイベントは神戸市の松蔭高校の生徒が環境問題を啓発するブルーアースプロジェクトの一環で開いたものです。ブルーアースプロジェクトは松蔭高校が16年前から取り組んでいて、これまでに全国200人以上の女子高校生が参加しました。イベントでは古着の交換会も行われ、生徒たちは国内で年間およそ100万トン、世界では3000億着が廃棄され、焼却の際大量の CO2 が排出されるファッションロス問題を訴えました。女子高生らしく分かりやすく可愛く伝えられるにはどうしたらいいだろうっていうのを試行錯誤して、環境問題をこういう楽しいイベントを通じて知ってもらうきっかけになってもらいたいです。松蔭高校では今後もブルーアースプロジェクトを通じて環境問題について広く発信していくということです。